界でこれ。はい、こんにちは、タッチヤニです。いつものキャンピングカー、タッチヤニ一郎トムさんの前からお届けしてます。今日はですね、トムさん霞ヶ浦に来ております。霞ヶ浦ドッグ&マウンテンバイクだったかな、っていうところなんですけど、見てください、このすっごい広いドッグランとかね、向こうの方に行くとね、マウンテンバイクのコースがあるんですけど、すっげーいい感じです。今日も相変わらず、コナのオペレーターさんで走りますよ。結構でかいでこれ。俺の身長ぐらいない。より高い。マジで。うん。やばいし。まあでも踏切はそうでもないから。バックサイドを大きくしてくれてるのね。すげえな。ちゃんと飛べればすごいな。まずは真ん中だね。ちっちゃいのから始めて真ん中は行けるようになるかいね。ここをメンテナンスしてくださってるおそとまんさんです。おそとまんです、よろしくお願いします。めっちゃ楽しいっす。ありがとうございます。というわけで、まだがインターミディエイトから一番ちっちゃいのからね。さあ、まずは一番ちっちゃいのから練習です。どうかな。というわけで、上級者、上級者です、上級者。おお結構なビジュアル。1個目だけ一番でかいの行ってみよう。いやービビるでも1個目は届いてるね。
でかいの行ってみますか。2個目までは行けそうな気がする。3つ目はちょっと自信ない。でもこれ3つ目行けると随分違うな。さあもう一回長いやつ行ってみようかね。これ止まっちゃうな。一番でかいやつ。ビビりますね。もう大丈夫。長さにね合わせられるようにならないとワールドは多分無理だから、これはでも相当いい練習になるはずです。1個だけでいいから。よし、よし、届かないね。いやでも届かないと言いつつ踏み切ってるもんね。ビビってないもんね。すごいね。1個目は大きいの、あとはよーし、ラストにします。もう疲れました。ラスト。うわめくれた。うわめくれた。やり直し。やり直す。はい、というわけでですね、隅ヶ浦ドッグ&マウンテンバイクパークで走らせていただきました。ドッグランがついたキャンプ場じゃなくて、ドッグランにキャンプ場とマウンテンバイクコースがあるって感じでね、もう本当に全てのスペースが犬優先な感じでね、今日は珍しく犬がいなかったそうなんですけど、
犬がいると、まあ、これはこれで楽しいところが感じがしますね。ぜひぜひまたあのジャンプ練習しに行きたいと思います。こんな感じで YouTube のチャンネル動画更新しております。ぜひチャンネル登録をして続きのビデオも楽しみにしててください。今までの動画です。いつもね、温かいコメントや高評価いただき大変励みになっております。ありがとうございます。またお目にかかりましょう。タチアニでした。失礼します。